おはようございます。三輪秀チャンネルの秀です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝からですね、暑いです。ここ何日間かね、本当にもう34度5度、三輪秀地方も猛暑に見舞われております。もう3時ぐらいになるとね、丸さんも小生も、フラフラしながらね、作業をしているような日々が続いております。本日はですね、新規のお客様のところでですね、樹木の剪定作業をしたいと思います。しばらく放置してあるということですのでね、どのようになっているのか楽しみでございます。暑い中ね、水分塩分を補給しながら、今日もヘロヘロになりながらね、作業の方を行いたいと思います。それでは作業場の方へね、向かって出発したいと思います。動画の方スタート。坊主になりました。行ってきます。マルさんによる髪の毛刈り込み作業完了です。ナショナル製のバリカンを使っています。いつの時代のものなんだ。作業場に到着しました。思っていた通り伸び放題となっております。本日はね、店舗の方が定休日ということで作業をさせていただくことになりました。すごいね、ヘクソカズラが巻きついちゃって大量。おお、もみじがビヨンビヨンになってんな。本日イラガ注意報が発生しております。おっさんすでにイラガに刺されております。欅、金木犀、その他もろもろ大量発生しております。ハチ、アリ、イラガ、すべて痛いものご注意ください。調子はどうですか。で、こっちビーバリやってるやつ、ね、とりあえず俺に任しとけ。出た。本当かな。俺しか今いないっしょ。ビーバリやってるじゃないですか。もん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 も
大丈夫。もん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 って言ってるけど。笑いすぎだ。はい、いい感じに仕上がりました。今からセミを操ろうと思います。操る道具はこいつです。よろしくお願いします。すごいね、なんだろうね。おいっちょ。ご協力ありがとうございました。お、イラガだ。いや、やだもう。やだ、こんな大きいのに刺されたら私泣いちゃう。嘘でしょ。途中からですね、イラガー祭りに変わりました。切るものね、落葉樹、特に欅ですね、イラガーが大量発生してまして、作業するだけで手一杯ですね。ちょっとね、作業動画の方が集中できませんで撮れませんでした。切った後もね、まあ、片付けの段階でもこの子たちをちょっと避けながら作業を今片付けしております。来るな近づいてます。怖い虫たちが嫌だな、恐ろしいな。おはようございます。翌日をね、迎えることができました。本日も昨日に引き続き作業の方をね、行っていきたいと思います。本日でね、完成予定でございます。ただですね、イラガが大量に発生しております。昨日もですね、3箇所は確実にイラガにやられております。で、1箇所はアリに刺されております。2箇所あとね、イラガなのかアリなのかわからない痛みを伴う腫れがね、体にね、発生しておりました。その辺を踏まえまして、今日はね、イラガにも十分注意をしてね、あと熱中症ですね、そちらの方にも注意して作業を行いたいと思います。それでは本日も引き続き作業動画の方スタート。経過です。大量のヤブガラシが絡んでました。というわけで、もうね、一
して1時間作業をしてもう休憩に入っております。汗がね、またひで汁大量に出ておりますね。またカメラ目線となっております。今日もね、丸さんとヘロヘロになりながら任務を全うしていく次第でございます。休憩スタート。暴れん坊将軍だね。足短いんじゃない？任せとけって言わないの？これちょっと任せられると困るんだ。作業の方が完成しました。松もね、小さくなりました。2日間にわたる作業でした。イラガにもね、相当気を使ってね、作業をしましたけれども、全体的にすっきりと仕上がったと思います。枝も抜けました。一回り小さくなったと思います。完成です。お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。昨日も今日も相変わらず33度4度5度ぐらいまでいってるんでしょうかね。本当に暑くてですね、私も丸さんも休憩を取りながら、またね、飲料を飲みながら、作業するという形で、なんとかね、格好がつきました。まあ、最後ね、お施主さんの方にチェックしていただきまして、かなりね、満足してくれておりました。頑張った甲斐があったと思います。本日はこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは、51歳で独立開業したおっさん庭師の日常を、作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。この動画をですね、見てくださった方で、面白かったなとか、役に立ったなとか、
このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなぁと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。